それで入りそうだ。うん、いいじゃない。はい、オッケー。よし。水持ってたらいいよ。全然いいよ。ローランズ。めっちゃ懐かしいよね。うん。家で死ぬほど練習してきました汗かきながら。そうで、ちょっとしばらく家で来ててね、
で、駅まで行ったらもう早速帯がほどけて大パニックです着物ってそうやって着慣れないとそういうことがあるんだね。洋服と違うから怖くて着れないですよ、だからね。あ、そう、怖いですね。一生懸命着てきたのにね、はい、さっきおかみにあだこうだあだこうだって直してもらってもさあ、でもとってもお似合いですよ、はいね、いいですね、夏を感じながら、うん、今日も進めてまいりたいと思います。はい、さあ本日の、ラインナップをご紹介しましょうね。ズーランドハートバトンリレー、進行役はピンクのおじさんこと伊藤徹、はい、肩書きまた増えちゃいました。もうまだ言うんですか、それ毎月言います今月のゲストはどんな素敵な方なのでしょうか、楽しみですね。コーナー、岡本孝也の脚本家は犬が好き、はい、演劇、映画やドラマで大活躍の脚本家作家の岡本孝也さん、元保護ワンコ藤子ちゃんのパパですね、うん、一緒にお届けしますよ。藤子聞いてる、はい、聞いてるわマンスリーアロハ塾はアロハルギーのことぶきちゃんのお届け。コンシルジュのコーナーは犬の幼稚園ワンコラボ代表奥田佳代さん、ワンワン里親コミュニティはハッピーワンコと未来のパパママをつなぎましょう。クリスタルズーランドは愛するペットたちと飼い主さんの幸せを応援します。今日も見て聞いて参加してくださいね。